デンパサールは、インドネシアのバリ州の都市であり、北の市場という意味である。旧名はバドゥン。バリ島の南部に位置し、バリ州の州都、小スンダ列島の中心地でもある。1958年に、バリ州が設置された当初は、シンガラジャが州都であったが、1960年に州都となった。デンパサール市は、第2級地方自治体であり、県と同等である。 ビーチリゾート地として知られるソヌールも含まれるが、普通デンパサールといえばププタン広場周辺を指す。郊外のオングラ,ライ国際空港からはタクシーで約40分程度かかる。デンパサールはバドゥン王国の首都だった。1906年、オランダのバリ侵攻によって王宮は破壊、略奪された。中央広場の像はププタンの記憶を残している。 1949年のデンパサール1958年、デンパサールはバリ州の州都及びバドゥン県の県都になった。デンパサールとバドゥン県は、経済、社会、文化のどの面でも急速な成長を遂げた。デンパサールは、成長があるだけでなく、商業や教育、観光の中心にもなった。人口成長率は年間4.05%を記録し、 急速な発展と伴って様々な都市問題を引き起こした。これを解決するために、デンパサールはバドゥン県から独立した。1992年1月15日、デンパサール市は自治市に昇格することが決定した。2009年11月16日、バドゥン県の県都がデンパサールからマングプラに移動した。中心エリアの周辺に4つのベモステーションがあり、 行き先によっっててて乗り場が分かれていいる。る。市内循環のベモも走っているバリー島には鉄道は存在しないが、市内にインドネシア鉄道会社の事務所があり、バスフェリージャワ島パニワンにへ、そこから鉄道でスラバヤやその他のジャワ島内の都市へ向かうことができる。ありがとうございます。